オーフンとはどんな人？トーコの残党にして合皮校擁立事件の首謀者。皇帝の範囲はそれが中央集権制であれ封建制であれ特筆に値する大事件です。もちろんそんな事件が起きれば未遂でも歴史に記録されずには置かないと思うのですが、意外にも堂々と範囲が計画されながらあまり記録が残っていないケースもありました。それが合皮校擁立事件というクーデター未遂事件です。今回はクーデターの首謀者となったオーフンについて解説しましょう。霊帝範囲を目論んだオーフン。オーフンは五冠末の霊帝時代の奇襲志士でした。志士はもともと領内を回り役人の不正を調べる監察官でしたが、時代とともに権限が拡大強化され、五冠の末には大使と変わらない存在になっていました。地方官としては最高のポストであり、ここから河南院、慶長院のポストを経て宮慶という中央ポストに配属されていくことになります。しかしこのように恵まれた地位にいたオーフンはどうして霊帝を廃位して合皮校を擁立するリスクの高いクーデターに踏み込んだのでしょうか。トーコの残党による宦官皆殺し、その理由はこのクーデター計画に加担した人間を見てみると見えてきます。司馬氷の九州春秋によると、合皮校擁立クーデターにはトーコの金で宦官に処刑された清流派名士陳藩の子陳逸が名を連ね、同じく皇帝の時代に宦官の専横を批判し更迭された砲術師城海も入っていました。この防御の席で城海は得意の天文を披露し、天文は患者に不利で肛門常時ら鬼人は滅びましょうと告げます。それを聞いた陳逸は喜び、オーフンはできれば駆除したいものだと答えました。合皮校擁立クーデターは霊帝排除がメインではなく、霊帝を操り東湖の金を引き起こして清流派官僚を投獄殺害した宦官を皆殺しにする目的で計画されたものだったのです。またこの計画には敗国の豪族周成、そして後に関東の戦いで曹操に降伏し曹操軍を勝利に導いた巨勇も参加していました。曹操や夏金、東急行も誘われる。合皮校擁立クーデターには曹操や夏金、東急行も誘いを受けていたようです。しかし曹操はクーデターの誘いを拒絶しました。この頃曹操は西南の将として汚職官僚の8割をクビにして邪教の祠を破壊して広く庶民に慕われる前政を敷いていましたが、残言されて栄転という形で東軍大使に任命されました。この栄転で改革の限界を感じた曹操は辞令を受けず病と称して故郷に引きこもっています。曹操は大宦官曹統の孫でしたが、その清廉な政治ぶりからオーフンに見込まれ敗国の豪族周成を通じて誘いがあったのかもしれません。ただ曹操はクーデターなんてけしからんと考えていたわけではありません。自分も宦官に足を引っ張られ栄転の形で左遷を食らった曹操は宦官の言いなりになりすぎる霊帝をチェンジと考えていましたが、オーフンのクーデターがずさんすぎて失敗すると見抜き拒否したのです。また曹操以外にも夏金、東急行が誘われ、東急行は乗り気でしたが夏金は必ずクーデターは失敗し一族は皆殺しにされると引き止めたので参加を取りやめました。異常気象でクーデター失敗。オーフンのグループが練ったクーデターの計画は以下のものでした。霊帝が故郷である夏漢への巡行に旅立つのを狙い、当時暴れ回っていた国山族の討伐を願い出て朝廷の兵力を借り受ける。霊帝が巡行に出発して洛陽が空になった時を狙い、合皮校を擁立して兵力を率いて洛陽に入城して霊帝の範囲を皇太后に迫り合皮校を皇帝に即位させる。皇帝の勅命で宦官を皆殺し東湖の恨みを晴らす。計画は途中まで順調に進み、オーフンは朝廷の兵を持って霊帝の巡行を待っていましたが、霊帝が洛陽を出た途端に赤い光が天を東西に分ける矜持が発生し、士官の進言で巡行が中止。オーフンの国山族討伐も中止になり兵力が回収されてしまいました。オーフンが証拠を隠滅して自殺。まもなく洛陽よりオーフンに上京するように命令が出ました。タイミング的にクーデターがバレたと考えたオーフンは全ての証拠を隠滅し自殺してしまいます。ところがクーデターは洛陽には伝わっていなかったようです。その証拠にはクーデターに参加した陳逸や周成、城海はその後逮捕されることも投獄されることもなかったからです。巨勇に関しては危険を感じ友達の袁紹を頼りその配下になりますが、もしクーデターが発覚していれば
いかに炎症でも巨雄をかばいきることはできなかったでしょう。こうしてみると、オーフンがクーデターがバレたと勘違いして証拠隠滅に徹して自殺したことで、計画に関与した人々の命が図らずも守られたのかもしれません。合皮校とは誰なのか。一方でオーフンが手際よくクーデターの証拠を隠滅したことで不明のこともあります。オーフンが担いで皇帝に即位させようとした合皮校とは何者だったのかという謎です。王族であることは間違いないとしても、現在に至るまで合皮校が誰を意味するのかが全く分かっていないのです。あるいは合皮校というのは何らかのコードネームであり、当人の名前は一部関係者の中でしか共有されていなかったのかもしれません。いずれにせよ、クーデターが成功したら霊帝に代わり即位するはずだった王族の名前はこうして歴史の闇に沈むことになったのです。三国志ライターカワウソの独り言。こうして未遂に終わった合皮校擁立事件ですが、それから5年も経過しないうちに違う形で成し遂げられました。中将氏が先手を打って外戚家臣を殺害した結果、逆上した家臣の子分である袁紹や袁術が宦官を皆殺しにして報復を果たしたのです。ただそれで生まれたのは清流派官僚の天下ではなく政治の空白であり、やがて董卓が洛陽に入城し、五漢王朝は崩壊の時を迎えることになりました。